みなさんこんにちは。星の魔法を使う魔女見習い VTuber&V シンガーの小道こまりです。私は日本の技術を応援しておりますですよ。日本は美しい、ジャパニーズビューティフル。改革社員マン VS 老害社長。はい、皆さんこんばんは。旅する花屋フロイト進行と太田新平です。皆さんね、この動画のような、経験したことありませんでしょうか。はい、時代の流れを感じるってことがすごい大事なことだなと思うんですけども、僕の周りもね、堅くなに俺は生涯ガラケーで行くって言ってた人がね、結構いたんですけども、ある日コロッとね、スマホに持ち帰ってるってことがね、よく見られます。結局ね、新しいことを取り組むなら、早いに越したことはないと思うんですけども、今回は花道の活動の中でも、情報交換コミュニティについてね、話していきたいと思います。よろしくお願いします。地域密着型のビジネスモデルの花屋では業界内の交流というものはめちゃくちゃ少ないんですよね。はい、同じ花屋の先輩後輩の関係しか交流ないという方もね、結構いらっしゃると思います。同じ花屋の、従業員はスキルだったり考え方っていうのが、偏る、傾向にあります。一つの花屋で、しか経験がないと、広い世界で、ね、通用しないことが出てきます。そういったことに、ね、関心のない方もいるんですけども、そういう人は、ね、内弁慶になりやすいんですね。会社の中では、ね、偉そうにしてるんですけども、外に出れば、ね、力を示せなかったり、おとなしくしてる、方を見かけます。コロナ禍でね、経験してるとは思うんですけども、自分が今勤めているお花屋さんのね、業績が悪くなるっていうこともね、考えられますし、他の花屋さんへね、転職しなければならないってこともね、起きてくることがあります。これは僕の持論なんですけども、やっぱりね、人は人と出会ってね、成長すると思ってます。花道では、会員とね、1ヶ月に1回程度のね、コミュニケーションを取れる場を作って、あらゆるテーマについてね、ディスカッションしていきたいなと思っています。はい、それで交流会のメリットについてね、お話ししていきたいと思うんですけども、5つあります。はい、1つ目、情報を知れる。2つ目、自分や自社の課題がわかる。3つ目、刺激をもらえる。4つ目、相談ができる。5つ目、時代の流れがわかる。はい、この5項目になってるんですけどもね、それぞれ、説明していきたいと思います。はい、1つ目、情報を知れる。何をやるにしてもね、情報っていうのはね、すごい大事です。今の時代がね、永遠と続くってことはね、ありえないので、新しい一手を打たなければならない時っていうのがね、必ずやってきます。そんなような時にね、他の花屋さんの成功体験だったり、逆にね、失敗体験をね、聞けることで、自分やね、自社のね、方向性をね、改めて、決める参考になると思います。特に小さなお花屋さんでは情報量がね、やっぱり少なくて、偏ったね、考え方や独自のルールがね、あるんですよね。
はい、従業員側からすればこれがまあ普通なのかなって疑問に感じることもあります。まあ、そういったことを、ね、気軽に相談できる、場所にしたいと思っています。2つ目、自分や自社の課題がわかる。一つの花屋で、ね、働いていると自分やその会社の、ね、ストロングポイントだったりウィークポイントっていうのが、ね、分からなくなることがあります。客観的に見たら、安さが売りの花屋なんだなって見えてることがあるんですけども、まあ、当人たちはね、うちは技術が売りだって思ってる方がいます。まあ、こういったね、ズレがあるんですね。はい、狭い範囲でのね、交流ではね、なかなか気がつかないこともあるんですけども、まあ、広くね、交流することで、まあ、自分自身がね、見えてくることもあります。ストロングポイントをね、最大限に生かすってことはね、ビジネスの中ではとても大事なことになってくると思います。自分や自社の、長所短所をね、改めて知ることで新たな方向性も見えてくると思います。はい、3つ目、刺激をもらえる。長くね、同じメンバーで仕事しているとどうしても刺激がなくなっちゃうんですね。マンネリ化しちゃいますよね。特に会社の中でもある程度ね、上の立場になってくると、まあ、さらに刺激がなくなります。ここでいう刺激っていうのは、まあ、新たな発見のことなんですけども、他の花屋さんの考え方やね、仕事への取り組み方を知ることで、まあ、自分にとってのね、まあ、刺激になったりね、モチベーションの向上にもね、つながっていって、まあ、改善につながっていくのかなと思っております。はい、4つ目、相談ができる。なかなか会社の悩みを同じ会社の人に、相談したりするのって結構リスクがあると思います。ね、後で社長にチクられたりということもね、あると思うんでね、まあ、気をつけたいなと思うところですね。まあ、あと友人とかね、会社に関係ない人とにね、話をするっていうのもあるんですけども、まあ、それだとね、ちょっと問題の解決にはね、つながらないですよね。一時的なストレスの解消にはなるんですけどもね。なので、まあ、ある程度距離がね、離れてる方への方が、相談ってね、しやすかったりすることもあります。中には自分と同じことでね、悩んでる方もいらっしゃいますし、まあ、問題はね、一人で解決できないこともやっぱりあるんですよね。協力してもらわないといけないこともね、話すことで前進することもありますので、まあ、気軽にね、相談していただければいいかなと思っております。はい、5つ目、時代の流れがわかる。まあ、これすごい大事だと思います。他の地域で起きていることが数年後自分たちの地域で起こるってことがね、結構あります。まあ、都会で起きていることがね、何年か先に田舎で起きるってこともありますし、まあ、その逆もありますけどもね。はい、業界の流れを知っておくってことは、いざという時自分の身を守ることにもね、つながってくると思います。今自分が勤めている花屋の常識が、まあ、果たして世の中だったり業界の中でね、業界全体の中での常識かどうかっていうのは、わからないです。先ほども言いましたけども、小さい花屋さんには独自のルールがあります。特に社長が年配の方だと時代の流れを無視してね、過去の功績にしがみついてね、昔のやり方のまんまでやっている会社も見られます。特に業務の多くが一社の取引先に依存しているようなね、お花屋さんはね、その会社との取引が停止になった時や、社員からするとね、今の花屋を辞めて他の花屋にね、勤める時、とても苦労している方を見かけます。まあ、少しでもね、時代の流れを知っておくことでいろいろな備えができると思っています。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。他の花屋さんのね、話も聞いてみたいと思う方はぜひ高評価を、悩んでることをみんなにね、相談してみたいなって思った方はぜひコメント欄ね、入れていただければ助かります。わかるって共感してくれた方はぜひ、通知を受け取るね、ベルマークの通知していただければ助かります。はい、それでは何でもお気軽にご相談ください。それではまたねー。